まあ、本当、カードは重要なんでね、複数あった方がいいです。で、特に今、サラリーマンでね、えー、将来的には独立しよう、もうすぐ、えー、会社辞めてね、この Amazon 一本にしちゃおうって方、まあ、Amazon サポートを受けて、まあ、半年、1年経つとね、本業と同じぐらいの収入を得られましたって言って、会社辞める人も結構いるんですけど、まあ、その場合はもう、会社に勤めてるうちにカードを作ってください。まあ、独立後は笑えないくらいカードを作れなくなります。 あるいはね、仕入れ試験でちょっとお金借りようかなと。今何しろ金利2%未満で借りられますからね、借りようかなという人も、これまた会社員のうちに借りちゃった方がやりやすいです。会社員のうちに借りられんのと。まあ、それね、えー、大丈夫なんで、まあ、ご相談ください。まあ、もっといクレジットカード、できるだけ作っといた方がいいっていうのと、おすすめの作り方。どんなカードを作ればいいかをご紹介しておきます。 でカードを複数作った時の注意点としてねキャッシング枠は0円にしておいてください、えー、ローンカードとキャッシング枠はあるだけで借り入れをしている判断になりますつまりね、えー、ローンカードでね、えー、累計すると2000万円ぐらい借りられるとでクレジットカードをたくさん持っててね1枚1枚は50万だけどキャッシングは20万円持ってるからキャッシング枠はっ1000万あると言った場合3000万の借り入れがあるって形で見られますんで そうなっちゃうとね、もう追加でカードは作れないですし、えー、住宅ローンも取らなくなったりします。だからね、ローンカードは必要な人以外は作んないってことと、キャッシングワークはゼロにしとく。で申し込むときね、キャッシングワークゼロにできないカードが多いです。なぜなら、キャッシングで儲けますんでね、カード会社は。初めからその儲かるキャッシングワークはゼロにしないと。 カードを作ったらすぐにキャッシング枠ゼロにしておいてくださいと使えませんのでという電話をしてキャッシング枠をゼロにするこれがおすすめですでカードを作るだけでお金をもらえるってね、まあ、A8 以外でもいいんですけど A8 が一番、ね、メジャーだし分かりやすいんで A8 で話すと A8 の口座を作って、ね、セルフバックというボタンを押してクレジットカードを作るだけでお金をもらえます で簡単に10万円ぐらいもらえます。10万円ね、えー、なんかで稼ごうと。まだね、例えば、えー、オーストラリアマゾン室で稼げてない段階で、10万円なんかで稼ごうとすると大変なんですけど、カードを作るだけで10万円もらえちゃうんでね、この10万円を仕入れ資金にすれば、だって元カードを作っただけでタダじゃんということで、気楽にね、えー、仕入れもできるでしょうから、そういった意味でもおすすめです。まず、こちらの、 A8net の申し込みページから A8net に登録してください。もうすでに A8net 持っている方はそのままセルフバックをします。で今、ねえー、今日は8月20日なんですけど、えー、現段階で見たのだと、えー、結構、ねえー、お金もらえるカードありました。目安としてはね、普段あんまりお金もらえなくても、えー、1万円以上出してくれるキャンペーンやってたり、ね、もともと1万円以上、えー、なんか知らんけどくれるカードとかありますんで、 1>, 1万円、一万円もらえるカード10枚もしくは10万になっちゃいますんでね、えー、そういうので申し込むのをおすすめです。これなんか、デビットカードを作って2万円もらえるってわけわかんないですけど、デビットカードはね、 え、これ、クレジットカードの審査に問題ある人。問題ある人って別に過去に事故なくてもね、独立したばっかり人ってもう問題ありでね、うわ、独立する前に作っときゃよかったよって言っても、後の祭りでなかなかカード作れませんのでね、そうなった場合は、もうこのデビットカード一択なんですけど、デビットカード作って2枚もらってすごいですよね。しかも回避ただ。これすごいおすすめです。それから、 ねえー、これ見,見やすいところだったんですけど、JAL カード、普段1500円の1万2 0 0 0円とか、うん、これでも残念ながら今日までなんですよね。えー、これはかなり、えー、おすすめです。楽天カード、900普段953円なる11000円とか、もうわけ,わけわかりませんけど、こういうオーバンブルマイがあるんで、これはもう申し込んでいたほうがいいですね。楽天カード持ってない人は申し込んだほうがいいですね。JAL カード、ね。 えー、初年度年会費無料、それで1万2000円もらえちゃう。楽天カードを作っても1万1 0 0あで、ちなみに、このリンクね、えー、クリックしちゃうと、私へ報酬入るリンクなんで、セルフバックやれば、あの会員さんにね、えー、お金入りますんで、セルフバック、A8 ネット登録してからセルフバックしてください。ただね、いや、めんどくさいセルフバックとか言ってね、えー、じゃお前に紹介するんじゃ、やるよというのであれば、ここをクリックしていただくと、私に、えー、アフィリエイト報酬が入ります。 別にこれはあんまり期待してない、どっちでもいいです。あの、めんどくさがらずセルフバックすることをお勧めします。その他、三井住友カードエクリプス11,200円。JAL カードアメックスカード15,000円。で、自営業者はアメックスカードが通りやすいです。これでアメックスってね、限度額ありませんとか言ってますけどね、初めの限度額ね、社内的には20万円なんですね。 20万円だったらね、申し込んできたら基本的によっぽど問題がなきゃ通すという姿勢で通します。で、使ってるうちに限度額が上がっていくという形で。まあもう、事業者はね、アメックスカードか最後に紹介するアコムカードで作れなかったらもうデビットしかないという感じですね。アメックス痺れますよね。アメックスプラチナカード、ね。プラチナカードをつく作ってくださいって来るんですけどね。 会費8万円なのにね、初めの限度額ね、えー、問題ある場合は20万円から始まるという。会費8万で、限度額20万ってどういうことだよって感じなんですけど、そういうこともまあまあ起こります。まあ、元に三井住友カード、別なカード1万1200円。これ両方申し込んで両方もらえ、OK だったら両方もらえるのかちょっと疑問なんですけど、まあ、三井住友はね、キャンペーン頑張って1万1200円になってますね。で、ドコモ使ってる人は、ドコモのカード、ゴールド2万円。 で、三井住友のビジネスカード、えー、2万2000円。で、ここまでのカード、ね、全部申し込んで全部取っちゃえば、それだけで12万2400円。カード1万当たりの申し込みに15分かかるとして、1、2、3、4、5、6、7、8枚、ね。8枚だから2時間。2時間で12万2千0 0円。 400円もらえたら、そんな、ね、率のいっぱいバイトないでしょうから、あの、カード、あんまり持ってないと。今、今紹介したカード、これ全,全部持ってないという方は、ぜひ作った方がいいです。まあ、その他ね、あの、仕入れに行く店舗やサイトのカードは持ってた方がいいです。あの、そのカードで払うとポイントが多いとかね、 えー、そのカードを持ってる人だけに5%オフのキャンペーンとかいろいろやってる場合が多いんで仕入れによく行くところのカードを持ってない場合はねそのカードを持つとどんな特典があるか調べて何か特典があれば申し込んどいた方がいいです、ねまあ、特定の日に1割引きになったり、ね、5%引きになるわけですから、まあ、そういうのをまめに使うとね当然利益も増えるし、ね、おすすめです まあそれはあのセルフバックあるないにかかわらず仕入れによく行く場所のカードはあった方がいいと、まあ、私みたくマイルを貯めて海外旅行に行きたいという人はねまた別なカードがおすすめなんでまあそういう方がいればまた聞いてください、まあ、ね意外になんかあの、うんうん、旅行そんな好きじゃないですって人が私の会員だとね多いんでねマイルを貯めてもしょうがないしって言ってねたい、えーまあ、流通カードとかねヤフーとか楽天カードを皆さん作るんですけど 今までの傾向から言うとね、アマゾンに否認されるのは、流通系の年会費無料のカードは、海外からの、ねえー、打診をブロックする率が高い、当たり前ですよね。もともとお店で使うことを想定している、えー、たくさんの利用者がいるカードなんで、 まあ、海外からね、少、え、額、ー、の脱診があったらそれは怪しいですよね。逆に海外旅行で普段使わないこのカードを持ってて、スキミングされちゃった時には、えー、まず少額の脱診があって、その後、ねあの、どっかで使われますんで、まあ、流通系の、えー、年会費無料のカードが海外ブロック率が高い。考えてみる当たり前なんですけど、まあ、会費無料でね、よく仕入れに使う会社のカードだけ作ろうと思った場合は、そういうことになりがちなんで、 買い物でするカードと、この Amazon にね、えー、売り上げを受け取るために登録するカードは分けた方がブロックされにくいかなという気がします。まあ、ちなみに私は、えー、マイルを貯めるんでね、製、え、造、ー、のユナイテッドゴールドプラスっていうのを使ってるんですけど、Amazon からの打診で NG 出したことないんでね。で、アメックス結構ね、NG 出します。うん、あとは流通系。だから、 流通系でもアメックスでもないカード。で、できればゴールドカードとかだと、ゴールドカードってね、海外で使うのよくありますし、まあそもそもね、事故があった際の対応もいいんで、まあ何枚かゴールド持ってきたゴールドで、あの、アマゾン口座登録することをお勧めします。じゃあ最後にね、なんか審査に問題あって、カードを作れないよという方、この、 アコムクレジットカード、あれリンク作る場しだった後でリンクつけておきますけど、アコムクレジットカード、これすごい作りやすいです。あの事故があっても自分ブラックなんですっていう人もね、これ審査出したら普通に通って作れちゃいましたんでね、まあ多分今、私が今まで紹介したというかね、えー 作ったことのあるカードの中だと、このアーコムクレジットカードが一番作りやすいかなと思いますので、カードが作れない方はね、この、あ、そうか、3秒で作成可能か分かりますところ、リンクにしておきますので、まあ、これで作れるかどうか試してみてください。そんな形で、カードあの、クレジットカードに関してはね、別に IP 回線とか電話と違ってね、えー 作るとお金かかるわけじゃないん、ね、で、年会費無料のカードもたくさんありますし、年会費無料どころかね、カード作るとお金がもらえるカードもこういうふうにあるわけですから、何枚か作っといた方がいいです。まあ、私みたくね、私、一時期20枚以上カード持ってましたからね、20枚じゃ効かないか。まあこ、この、この仕組みとかね、えー、使ったり、あと次から次へと申し込んだりして、そう、あの、仕入れのね、えー、資金、 できるだけカー結局目いっぱい使ったらね4000万ぐらい使えるぐらいの残高になってたことありますけど、まあ、そこまで仕入れることもないしねまああのいつの間にかカードをどんどん減らしていって今や数枚になってますけどでも、うん、仕入れをガンガンやる、うん、そしていろんな店舗に仕入れに行くという人は、まあ、別に10万以上持っちゃったってね カード買い向けのキャンペーンとかお知らせとかそういうのでも商品探しのヒントになるんでおすすめしますお金かかんないところが入ってくるんでクレジットカードは常に予備は3枚アマゾンに登録してないカードを3枚は持ってた方がいいですあの売り上げ入ってこなくなってカード作れない売り上げ受け取れないって言ったらシャレにならないんでカードは予備を持つようにしてください以上アマゾンエシスサポーター堀秀夫でした